皆さん、こんにちは。夢は、あなたの心の深くに、隠された願望や、不思議な能力が、目覚める世界と、言われています。本来人は、霊感や、予知能力などと、言われる不思議な力を、誰もが持っていると、言われております。ただ、常識という意識が、その力を、抑え込んでるだけなのです。人は眠ると、その意識が弱まり、本来の力が、夢という形で、現れると言われています。では、そのメッセージを、詳しく、解説していきましょう。自分が歌っている夢は、場面1、気持ちよく、上手に、歌っていた場合、人間関係などが、円滑な状態の、現れです。心身ともに、健康的である、象徴でしょう。ただし、はしゃぎすぎている場合は、絶望的な状況が、待っていることを、暗示してもいます。何かを、始めようとしているタイミングであれば、慎重に、検討する必要が、あるかもしれません。場面に、好きな人の前で、歌っていた場合、この場合、上手に歌えるほど、その恋はうまくいくでしょう。大きく進展する可能性もありますので、まだ恋人の関係になっていない状態なら、積極的にアプローチしてみてください。場面に、一人で歌っていた、誰も自分の歌を聴いてなかった場合、周りに誰もいないような状況や、歌っているけど、誰も自分の歌を聴いていない。それは、言いたいことを言えない状態、寂しさ、孤独感を示します。恋愛の悩みに関係していたら、自己表現の必要性を暗示していますので、思い切って思いを伝えるなど、意識的にアプローチしましょう。場面3、誰かの歌を聴いていた場合、異性が歌っているなら、出会いを、同性が歌っているなら、自分を活かせるチャンスが訪れることを暗示しています。ただし、大きな状況変化も示しているので、グループからの離脱や、転勤、相応の行動が必要になることもあります。場面4、うまく歌えなかった場合、周囲の状態によりますが、歌に自分自身が納得できていない場合、コミュニケーションに強い不安がある証拠。ただ、周囲がサポートしてくれていたり、盛り上がっているようなら、考えすぎです。また、周りにいる人々が、つまらなそうな雰囲気を出しているなら、自分の態度に問題があることもあります。場面5、歌詞を忘れた、大失敗した場合、能力以上のことを引き受けてしまい、後悔しているのでしょう。とはいえ、周囲が協力的であれば、それほど後悔するようなことにはなりません。しらけたムードが漂うような状況であれば、孤立する前兆かも。何か対策をする必要があるでしょう。みんなで歌った夢は、場面6、カラオケでパーティ。カラオケは仮の姿や現実逃避を象徴しますので、周囲との人間関係がうまくいっているとは言えません。自分に欠けている部分があり、それに気づいていないことも示しますので、まずは自分自身の振る舞いを見直す必要があるかも。場面7、デュエットした夢の場合、願望を示す夢であり、恋人や仲間、協力者が欲しいことを示しています。自分に欠けている部分があり、それに気づいていないこともカラオケの夢と同じです。自分の殻の中に閉じこもっているのかもしれません。場面8、みんなで合唱。
周囲に協力してもらいたいという願望や人間関係を広げたいという意欲を暗示します。前向きな精神状態を示していますので、思い描いている状況になるよう努力していくべきでしょう。歌うことは楽しい、気持ちがいいという感覚が夢の中でも表現されています。ただし願望を含みますので、勘違いを指摘する夢を見たときは現実でも気をつけるようにしましょう。いかがでしたか？楽しんでいただけたら幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いします。